どうもこんにちは、高博です。今回は4月5日にいよいよオープンしたトイストーリーホテルのビュッフェレストランロッツォガーデンカフェで全メニュー食べてきましたので、こちらを紹介していきたいと思います。ロッツォガーデンカフェはブレックファストとディナー両方ありまして、どちらも利用してきたのですが、今回はディナーの方を紹介したいと思います。すごく可愛らしいメニューが盛りだくさんだったので、今後トイストーリーホテルに行かれる予定のある方はもちろん、そうでない方も見て楽しんでいただけたらと思います。今回もぜひ最後まで見ていってください。ロッツォガーデンカフェは現在予約制なのですが、予約をした上でさらに当日時間になったら食券を購入する必要があります。こちらのレストランはなんとアルコールも飲むことができるので、飲みたい場合はこのタイミングでアルコールの食券も購入します。また現在予約が取りづらい状況ではあるのですが、時間によっては予約をしていなくても食券を購入して並んで利用することもできるみたいです。そしてこちらのカフェは現在は宿泊者のみが利用可能という形になるのでご注意ください。なんか宿泊予約をしていなくても誰でもレストランの予約はできる状態になってしまっているのですが、トイストーリーホテル内に入ることがそもそもできないのでご注意ください。中に入ると大きなロッツォが笑顔でお出迎えしてくれます。ガーデンというだけあって緑を基調とした内装になっており、トイストーリーホテルの全体的なカラフルなイメージとはまたちょっと違った印象です。まあ確かにここを朝食会場としても利用するので、なんか朝からカラフルすぎるバキバキの内装だったらちょっと目が疲れるなと思ったので、この緑の優しい雰囲気はすごくいいなと感じました。それではビュッフェ台もざっくり見ていきたいと思います。料理に関しては何料理というふうにジャンルがくくられているわけではなく、和洋中様々なものがあり、その中にいくつかトイストーリーがモチーフのメニューがあります。ソフトドリンクも飲み放題になります。そしてお皿など食器類の置き場所がちょっと変わっていて、ビュッフェ台の下にあります。これがちょっと動作的にも取りづらいのと、そもそも人がこの場に結構並んでいるので塞がれていて取りづらいというのが気になりました。それでは食べる前にちょっとまず最初にリトルグリーン麺のほうれん草パンに顔を描いていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。今回もメニュー数が多いので印象に残ったものだけをしっかりと紹介させていただき、全体的にはテロップでテンポよく進めていきたいと思います。
で、このローストポークがすごく美味しかったです。お肉自体がすごく柔らかくて、かといって脂っこいわけでもなく、肉をしっかりと食べている感覚もあって食べ応えがあります。ローストビーフだと美味しいのですが、切っていただいた部分によってはちょっと硬いなと思うこともあるのですが、今回このローストポーク3枚食べたのですが、どれもトロトロですごく美味しかったです。ソースはバーベキュー、おろしポン酢、ストロベリーと3種類あって、まずは一番シンプルなバーベキューソースを食べてみたのですが、これも少し変わっていて、思ってた以上に甘みが強めなソースでした。なんか一瞬ストロベリーソースと間違えたのかなって思いました。なんとなくちょっとアメリカの味っていう感覚がしました。美味しいには美味しかったです。この海鮮焼きそばは、まあ、本当にシンプルな焼きそばで、まあ、美味しいんですけど、このあたりでここのメニューはもう本当にシンプルなファミレスで食べられるようなものもあれば、高級レストランの前菜で出てきそうな作り込まれたメニューもあったり、かなり幅広いメニューが展開されているなと感じました。ホテルがホテルなだけに、前者のなんかファミレスっぽいお子さんも楽しめそうなメニューがほとんどで、そこにトイストーリーモチーフが加わっているというのを勝手に想像していたのですが、ちょっと意外でした。料理の味もしっかりこだわって作られているんだなと感じることができました。このほうれん草パンは先ほど見ていただいたように、自分で目と口をチョコペンで描いて完成になります。これはお子さんも楽しめてすごくいいなと思ったのですが、このパンは現在は朝食では提供されておらず、ディナーのみとなってますのでご注意ください。今回はなんか何の面白みもなく普通の目と口を描いてしまいましたが、次来た時はなんかもっと遊びたいなと思いました。ほうれん草パンはそこまで味はないので、目と口分のチョコレートだと物足りないと思うので、追加でつけながら食べることをおすすめします。頭のアンテナ部分はなんかメロンパンの美味しい部分に似た味がしました。で、
ここでこのレストランの特徴が、食べ終わった食器類はトレーごと自分で下げに行くというルールがあり、それをするとお手伝いをしたということで、お礼にキャストさんからロッツォのステッカーがもらえます。このカレーがすごく美味しそうで、つい取りすぎてしまったのですが、とても美味しかったです。カレー自体そこまで辛いわけではないのですが、辛さに敏感な方はもしかしたら食べられないかもしれません。具材は基本的に全て野菜などは溶け込んでいる感じなので、ゴロゴロのチキンがすごく目立ちます。で、このチキンがもうホロホロですごく美味しかったです。最初取りすぎたかなと思ったのですが、むしろたくさんよそっておいてよかったです。ビュッフェでカレーを食べてしまうとお腹に溜まってしまうので避ける方が多いと思うのですが、ぜひルーのこのチキンだけでも食べてみてください。
で、ちょっとこのあたりでストロベリー要素が多すぎるなと感じてしまいました。このケーキも甘さが控えめ系のショートケーキで普通に美味しかったのですが、さすがにちょっと飽きてきてしまいました。まあ、そもそもみんながみんな全メニュー食べるわけではないので、ストロベリー以外のメニューを食べればいいだけの話なのですが、ロッツォというコンセプトにそこまでとらわれすぎなくてもいいんじゃないかなとちょっとだけ思いました。まあ、とはいえどのストロベリーメニューも美味しかったので十分満足でした。ということで、トイストーリーホテルのロッツォガーデンカフェのディナーで全メニューを食べてきました。最初はお子様でも食べられるメニューが全体的に多くて、ファミレスみたいな感じのラインナップかなと思いきや、結構本格的な料理も多く、お酒も提供しているからか大人向けにもしっかりと作られているなと感じました。コンセプトに沿ったメニューも多く、トイストーリーの世界観をしっかりと感じられるレストランになっていて、とても満足でした。金額もランドホテルのシャウッドガーデンやミラコスタのオチエアのほど高くはないというのは妥当な価格設定かなと思いました。おすすめなので宿泊された際はぜひ利用してみてください。そして今回はレストランのみの紹介でしたが、近々トイストーリーホテル全体の紹介動画もアップするので、館内の様子やお部屋の内装、朝食などはそちらで改めて紹介させていただけたらと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いします。そしてツイッターやインスタグラムもやってますので、こちらもぜひフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。